迎えた本番当日、会場には小型ポンプの選手の皆さんの姿が。高橋さん、本番の朝ですけどどうですか、雰囲気含め。いや、いい感じじゃないですかね。うん、結構今回2番目なんですよね。そうです。前半だと会場が荒れてないんでやりやすいっていうのがあると、やっぱりいいタイム出して後のチームにプレッシャーかけたいな。ちなみに目標のタイムというか基準の今目指しているタイムってもしあったら。そうですね、練習でまあ平均45レベルで、その辺が狙い目かなと思って。メダルラインもだいたいやっぱその40秒前半から45。そうですね、45までが出ればおそらく県内かなっていう。本当から切られる。頑張ってください。ありがとうございます。第68回消防団員技能競技大会の開幕です。拙者が町消防団は消防団員数99名、5個分団で組織されております。平成29年の小型ポンプで優勝以来の優勝を目指し出場です。最初に行われる小型ポンプの部には13チーム、その後行われる消防ポンプ自動車の部には11チームが釧路管内から出場します。早速スタートした小型ポンプの部、弟子川町消防団はなんと2番目での登場です。去年の優勝タイムは何だ、45、5が優勝消防団。そのそこのラインになってる。優勝タイムは切ってる。あ、特にただ限定42とかでやってるから減点だね、うん、去年も早いのは42秒だ。だから減点があるから5になった。そういうこと。好タイムを出してこの後のチームにプレッシャーをかけられるのか。いよいよ小型ポンプの部スタートです。ザッパーン。弟子川町消防団、ただいまから競技を開始します。想定加点は前方の第3標的蛇の身分1センチ超、想定終わり、操作内線を行う。惜しかったなっていうところですね。もうちょっとで狙えたかなとは思ったんですけど、やっぱり本番というか違いますか。そうですね、まあ、やっぱり会場 の砂利の具合とかも違うし、やっぱその辺がちょっと選手のみんな
戸惑ってなかなかいい結果出なかったのかなと。いやちょっと悔しいですね。できないところもあったんで全力出したんですけど、やっぱ足場がちょっと向こうよりは滑るって形だったんで、それで各々ちょっとびっくりしてたっていうのもありました、ね、また来年に活かしたいと思います。蹴れ子供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 あちらの方に並んでからのみんなの緊張具合が高まってきてどうなるかですね。まだまだまだ今はまあ余裕あるんで7番目なんで、これがだん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 近づいてきたら緊張してくるのかなって感じです。あんまり頑張れって言っても逆にかえって力んじゃうんで、あんまりいつも通りあんまり声かけない方がいいです。治ってきました。はい、絶好調です。お腹は絶好調ですけど、闘技は絶好調だ。お腹大丈夫です。お腹良くなってます。はい、初出場ってやっぱあれですか？初はちょっと緊張しますね。初の時どんな感じでした？もう開始の報告行く間に待ってるんです。もう心臓のバクバク感と足の震えがもう止まらなくてご緊張緑の服の時よりいい顔してるんじゃないですか？ちょっと本番前にして今緊張してるんで、終わったら1時間でも2時間でも喋りますんでお願いします。すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、そんな言うわけに。皆さん大丈夫ですか？順番が近づいてきてました。意気込みを一言です。意気込みですか？後悔しないように自分が練習したことを全部出し切れるように頑張ってきます。1、2、3、チェック。
なし、審査加算時間20秒減点内容どうだったい、大丈夫やりましょう。あ、でも1戦目のおかしいよかったよ。1回5秒18番終わりました。無事怪我なく第8番目の出場チームを紹介します。容量なくなるまで喋ろうかな。注意消防団どうでした。いや今回の自分初の選手として参加したんですけど、やはり100% の気持ちでやったんですけど、やっぱり一箇所一箇所ちょっと自分でも悔しい部分はあったんで、また来年リベンジします。いや、良かったと思います。良かったです。出し切れました。はい、そうですね。若いメンバーと一緒に臨むというのはどうですか。いや、やっぱりいいですよね。はい、すごいなんか力をもらえたような感じします。はい、いやー、お疲れ様です。いやー、ちょっと納得いく出来じゃなかったのがちょっといただけないですね。緊張しました。緊張しましたね。しないように気をつけてたんですけど、はい、緊張から放たれた選手の皆さんの表情、とてもかっこよかったです。競技大会を通して消防団員の結束はもちろん、常に団員と共に活動をしていた消防職員の皆さんからも話を聞きました。やっぱり団員さんの大会ではあるんですけど、やっぱり職員も一つその消火の技術っていうものに対してやっぱりいい勉強の場となっていると思うんですよね。やっぱり職員の支えは団員であり、団員の支えは職員でっていう、まあ、一体の気持ちを持って、町民を守るということを大切にして、まあ、お互い組織が違うんですが協力し合いやっていってるっていう形です。やっぱり自分も指導している立場ですので、いいタイム出れば自分も嬉しいですし、まあ、ちょっと今日の結果も、まあ、やはり上位狙えたというようなタイムを出していたので、まあ、ちょっと残念であるんですけども、まあ、とりあえず無事に終えたというところでちょっとホッとはしてます。消防団はやっぱり消防団あっての消防とは思ってます。で、大災害等が来ましたら、やっぱり消防団員、さらに消防職員以上の人数が、人手が必要というような時にやはり非常に力になってもらってますので、と心強く思ってます。今回の動画ではお伝えしきれませんでしたが、弟子鹿消防団には多くの女性団員も在籍しています。毎年毎年見るたんびに、みんなのなんていうかな、努力がすごくこの場で出るというのを目の当たりにして、応援に力がすごく入ったかなっていうふうには思います。今お店、町内のお店とかにも消防団員、女性消防団員募集のポスターが必ず貼ってあるので、ぜひ興味のある方は署までご連絡をお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。様々な人の支えで成り立っている私たちの生活、今回の取材を通し、少しでも多くの方に地域を支える消防団のことを知ってもらえたら嬉しい限りです。消防団にしか見れない視点というか、まあ、他の業種をやってるからこその町民との関わりっていうのが、すごいこの消防団っていう活動には重要かなって思います。まあ、上の人だったりとか、縦のつながりっていうところで、縦のつながり、横のつながりっていうので、なんか生活のなんていうんですかね、仕事もやりやすくなりますし、いろんなところに、まあ、町一つになって取り組めるのかなと思うんで、まあ、これから町良くするには大事な組織かなと思ってます。少しでも今回の動画を見て、なんか消防団かっこいいなとか思ってくれる人がいれば、ぜひ入っていただければと、同じ仲間として来年頑張りたいなと思います。弟子鹿消防団に興味のある方はぜひこちらまでご連絡ください。最後までご覧いただきありがとうございました。日本一の自治体運営チャンネルを目指し、これからも動画をどんどんアップしていきます。まずはチャンネル登録者数の人口超え、目指せ7000人。チャンネル登録よろしくお願いします。